ギタリスト、竹下敦です。前回はね、1弦から6弦までの、弦の配列、これを勉強しました。今日はね、スケール、ドレミファソラシドですね、これをちょっと勉強しましょう。ドレミファソラシド、皆さん分かっているようで分かっていない、私も分かっているようで分かっていなかった。これはもうね、永遠のテーマであったりもします。まあ、よく学校でね、ドレミファソラシド教わるんですけど、ドレミファソラシド、一般的に言う、これドレミファソラシドですね。ギターの場合は基本的に E から始まりますから、ドレミファソラシドも E から始めましょう。 E から始めた場合はこのようになります。これで、E のドレミファソラシドになります。このオクターブ上になると、これが基本的な E のドレミファソラシドになります。波長調でいうところのドレミファソラシド C ですね。杖のドレミファソラシドになると、になります。よくギター教室なんかに行くと、これを半音ずつ上げていく、グループレッスンなんかでやったりすると思うんですけど、こういつまでたってもね、確かに指の動きはスムーズになってくるんですが、ギターはね、6弦ありきなんですよ。6弦ありきなので、あえて E から練習しましょう。 E から練習してドレミファソラシドをきちんと弾ける人はね、なかなか私も見たことがありません。E から始めて、ちゃんと4拍子で、音を伸ばすところを伸ばして止める、これが基本になります。今日のお話ね、非常に大事です。ギターは E ありきです。なので、E でのスケール練習、これを意識して練習してみるといいと思います。はい、はい、かっこいいギタリストになるためには E から始めましょう。以上、今日のかっこいいギタリスト竹下敦の、ギタリスト レッスンでした。私もレッスンしますので、みんなもね、一緒に学んでいきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。